こんにちは、東方家電ワーク美坂です。今回は圧力鍋を使って、麹から作る甘酒を、作っていきたいと思います。甘酒はね、江戸時代の頃には、甘酒売りが出るほど夏には欠かせない飲み物で、栄養価も高く、あと腸内の、ね、環境を整えてくれる善玉菌も多く含まれているので、代謝を良くするっていう効果もあります。ぜひね、毎日の暮らしに取り入れていただけたらいいかなと思います。最後に、3種類の、甘酒ご紹介してますので、そちらもご覧ください。では作っていきたいと思います。まずはお米から炊いていきたいと思います。白米 0.5 カップにお水が、720ml 入ってます。で、こちらをお粥にしていきたいと思います。で、蓋の閉め方はここ、三角のマークを合わせて、そして閉まるにします。で、重りを密閉にしていきます。こちら必ず忘れないように、密閉です。密閉では高圧の10分でお粥を炊いていきます。今圧力が高圧、圧力調理で三角のボタンがここに光っているので、あとは時間をセットするだけ。10分、これでスタートです。加熱が終わりました。だいたい今8時20分なので、圧がかかって10分高圧かけて、終わるまでに、20分かかりました。で、上のピンはこんな感じ、ちょこっと頭が出てるかなっていう感じです。はい、では、麹なんですけど、今日はね、長野飯田の麹屋さん、田中商店さんのを使っていきます。これはピアゴでね、いつも売ってるので、これを使っています。で、今日は麹が 100g、 おっと、入れすぎた。まあ110でもいいかな、アバウト110です。で、これを手でね、よくほぐして、ちょっと冷蔵庫の中で眠っていた麹を目覚めさせます。そしてついでに手もツルツルにしたいと思います。映像的にダメなのかな。でもね、自分が持っている、この手に持っている菌の麹たちをこういう感じで醸し合う、そう思って、こういう風に私は佐伯の麹屋ウーマンのあさり妙法さんに教わったので、いつも麹はこうやって手で揉んでいます。はい、では気づいたら瓶が落ちてました。開けてみます。よいしょ、オープン。で、ちょっとかき混ぜながら、50度ぐらいにね、冷ましていきたいと思います。普通に美味しそうなおかゆ。大体何度ぐらいかな、今さっき蓋開けてくるくるくるっと回したんですけど、これチョコレートのテンパリング用に買った温度計なんですけど、あ、50度ちょっとだね。麹はね、60度以上になると菌が死んでしまうので、
60度以下に冷ましてあげればいいと思うんですけどね。はい、ではこちらが先ほど測った麹入れていきます。ここに入れていきます。よいしょ。で混ぜる。自動調理って何だったっけなって思っちゃうので、ここに、自動調理のメニューがカレー、肉じゃが、角煮、ヘルシースープ、玄米、黒豆、甘酒ってあるので、甘酒が 7番ですね。自動調理の7番でここ廃棄っていうところで確認すると、あ、わざわざのレシピ本とか開かなくてもここを見れば簡単です。よいしょ。じゃあセットしていきます。自動調理、こちら圧が完了したら取り消しを押して、そしたら自動調理のボタン1、7でスタートです。はい、ここ残り10時間なので、から今9時だから何時？計算できない、夜7時ちょい過ぎぐらいに出来上がると思います。楽しみだな。甘酒ができました。開けてみます。よいしょ。こんな感じです。美味しそうに甘酒ができました。明日の朝飲みたいと思います。はい、こちらが昨日作った甘酒、こんな感じです。今朝は、甘酒のドリンクを作っていきたいと思います。最初はこのジンジャー甘酒を作りたいと思います。ジンジャーはこれジンジャーシロップをね作った時に余ったら生姜なんですけど、これ冷凍しておいたので、これを、一緒に入れて飲もうかなと思います。メロンミルク甘酒、メロン牛乳甘酒を作りたいと思います。ちょっと果物とかが冷えてるとね、甘酒も冷たかったりすると美味しいのでね、夏なんかは特に。
はい、では甘酒3種類できました。ジンジャー甘酒にブルーベリーの豆乳甘酒、それからメロンミルク甘酒です。美味しいと思いますので、ぜひ作ってみてください。